皆さんこんにちは。ののかちゃんの愛称で知られる子役村方ののかちゃんが自身の公式インスタグラムに妹と一緒に写るある写真を投稿し、 SNS では大丈夫と同様の声が広がっています。ののかちゃんは10月3日、2022年に生まれた妹のひなのちゃんとお揃いの洋服を着て撮影された写真をインスタグラムに公開。インスタグラムの概要欄には保護者スタッフ管理のアカウントであることが明記されています。ののかちゃんはひーちゃんが大好きな様子で頬をつかみながら顔を近づけ、しまいには口にキスをする姿が写っているのです。投稿にはファンからお姉さんになったね、そっくり仲良し姉妹などの声が寄せられたが、いくら妹が大好きだとはいえ唇にキスは抵抗あるよ、うわぁ、ませてるなぁと拒否反応を示す意見も。芸能関係者は2歳から芸能界で活動していた彼女ですが、2022年に妹が生まれて以来、インスタグラムや YouTube ののチャンネルには姉妹で仲良く過ごす様子が載せられています。食べ物を食べさせたり、ことあるごとに抱きついたり、姉としての自覚が芽生えたのでしょうと話しています。また一部のファンが注目したのは彼女の腕です。腕全体に愛、努力、ピストルの文字や唇の絵、掛け算の文字列などがマジックで書かれています。コメント欄には、これ本当に保護者やスタッフも確認した写真、落書きとはいえピストルとかいかつい内容もあるから心配になる、ののかちゃん見ない間に大きくなったね、腕に書いてある文字がごつくて気になるんだが、腕はタトゥーごっこでお絵かきしたの、洗えば消せるやつだよね、腕の落書き明らかにタトゥーを真似してるよね、だいぶやんちゃだけど誰の影響だろうなど同様のコメントも多数寄せられていました。ののかちゃんといえば、2021年に2歳という若さでミニアルバムののちゃん2歳子供歌で CD デビューした彼女、童謡歌手としては史上最年少のリリースとなり、ギネス世界記録2023に掲載され一躍話題を呼びました。韓国メディアは、特に韓国では JYJ のジェジュンさんや少女時代のテヨンさんがファンを公言して注目が集まったことで、一部の視聴者から汚い日本人は消えろ、韓国ファンにプレゼントをたかっていると子供相手に何とも大人げない悪質コメントも。またご両親に対し、親たちが子供を利用して金儲けに利用している、芸能人でもない妹も顔出しするのは良くないなどと批判する人も出てきて、アンチユーザーによる炎上のヒートアップが問題視されていますと語っています。若くして芸能界で脚光を浴び、アンチによる嫌がらせ炎上など必要以上の経験をしたののかちゃん、まだ6歳で人生これからという大切なタイミングに差し掛かっている。これ以上悪影響が及ばないことを願いたいですね。そんな可愛らしい歌声で多くのファンを魅了している大人気の童謡歌手ののかちゃん、ののかちゃんの歌声は耳に残るメロディと心温まる歌詞で、子供たちだけでなく大人たちにも愛されています。しかしののかちゃんの親がヤバいと噂が立っています。次はののかちゃんの親がヤバい理由や家族構成、実家について詳しく見ていきたいと思います。まずはののかちゃんの親がヤバい理由についてですが、その理由は以下の3つです。1つ目は頭がおかしいです。ののかちゃんの母親がスマホで撮った成長記録の動画を YouTube にアップしたことが、ののかちゃんの芸能活動の第一歩でした。自分の子供の日常を顔出しで不特定多数の人に見せるので、ネットリテラシーが低くヤバい親との噂が広がり、頭がおかしいとなったものと考えられます。2つ目は仕事を辞めたです。ののかちゃんの親が仕事を辞めたという噂もありますが、公式 YouTube チャンネルで反論されています。父親は勤続10年以上の会社員で、母親は元保育士で、ののかちゃんを出産してからずっと
専業主婦だと説明されています。したがってののかちゃんのブレイクと親の仕事を辞めたことは関係がありません。3つ目は炎上です。ののかちゃんが芸能活動をしてわずか数年なのに親が炎上したこともありました。ののかちゃんが炎上した理由についてですが、韓国のアンチからの誤解によるもので、ののかちゃんのインスタグラムにテアトルアカデミーの住所を掲載したことが、贈り物を欲しがっていると受け取られ、両親が子供を商売道具にしていると非難されたことです。韓国つながりで YouTube で韓国にもうどんがありますかというコメントが韓国をバカにしていると捉えられ、悪質なコメントが拡散されたこともあります。またののかちゃんはわずか数年で大ブレイクしましたが、ののかちゃんが鬼滅の刃の曲炎を禰豆子のコスプレで歌った際、視聴者から違和感を抱かれました。ののかちゃんが鬼滅の刃の曲炎を禰豆子のコスプレで歌った際に視聴者から違和感を抱かれた理由は、その選曲が3歳の子供には不適切と感じられたからです。一部の視聴者はより子供らしい童謡を歌う方が適していると考え、炎は3歳の子供には合わないとの意見を述べました。しかし他の視聴者からは、ののかちゃんの歌唱力や表現力を称賛する声もありました。さらに大人の歌炎を歌ったことで子供が大人に利用されているとの批判もありました。これらの炎上は、ののかちゃんやその家族がファンとの交流を図ろうとした結果、誤解や悪意によって炎上につながったようです。また日韓関係の悪化が背景にあるとも考えられます。ただしアンチよりも多くのファンや支持者がいることも事実です。またトーク番組でののかちゃんの母親が赤ちゃんの妹を抱っこさせたことも炎上の原因となったことがあったようです。次はののかちゃんの家族構成です。彼女の家族は父親、母親、そして妹の4人家族です。以下に家族について詳しく見ていきましょう。ののかちゃんの父親の年齢や名前については一般人であるため公表されていません。ののかちゃんの父親は動画に登場したことがあり、ののかちゃんとよく遊ぶ姿が映し出されています。見た目から30歳、35歳の間ではないかと考察されています。父親は眼鏡をかけていて優しいお顔をしています。また体格ががっちりしており、筋肉がすごいです。ののかちゃんの母親は元保育士で現在は専業主婦です。元保育士と判明したのは、ののかちゃんの父親が母親のことを元保育士とお話ししていたからです。結婚前に保育士として働いていた経験があったため、ののかちゃんが子役として活動を始めた際には成長記録として撮影した動画を YouTube にアップロードしていました。またののかちゃんの母親は歌が得意で、 YouTube チャンネルではピアノを弾きながら歌を披露していることも知られています。ちなみに一部の噂では、ののかちゃんの両親が韓国人である可能性が指摘されていますが、具体的な情報はありませんでした。ただののかちゃんの両親が韓国語を学ぶ映像を SNS に掲載したことがあるため、韓国人の血が流れているのではないかと疑われたのではないでしょうか。しかしこれはののかちゃんの両親が韓国文化に興味を持っている可能性も考えられます。また韓国のファンからの支持も受けていることが知られています。韓国での人気が高い理由については、ののかちゃんの愛らしい身振りや力強い歌声が SNS を中心に注目を集め、韓国でも話題となり、 JYJ のジェジュンや少女時代のテヨンなどがファンを公言しています。両親は韓国にののかちゃんを連れて行き、人々の温かさを知らせたいと考えていましたが、活動が広がるにつれ一部の韓国のネットユーザーから悪質なコメントが寄せられる事態もありました。ののかちゃんの祖父母についての情報は、 YouTube でののかちゃんが歌を披露する動画に登場していることがわかります。祖父母はとても優しそうな方々で、ののかちゃんが歌っている時に一緒に歌って踊る姿が見られるようです。またののかちゃんのひいおばあちゃんは
現在94歳で、ののかちゃんの公式 YouTube チャンネル、ののチャンネルにたびたび登場しています。ひいおばあちゃんはののかちゃんの歌に合わせて元気に立って歌ったり、踊ったりしている姿が印象的です。次にののかちゃんの実家についてです。ののかちゃんは福岡県北九州市八幡西区に住んでいるそうです。第35回童謡こどもの歌コンクールで銀賞を受賞した際に、福岡県ニュースで取り上げられて、福岡在住であることが紹介されていました。最後に、ののかちゃんの現在の活動については、テレビ出演や CM 出演など多岐にわたります。ののかちゃんは自身の誕生日である2023年5月31日に初のオリジナルソングを3曲リリースしました。今後の展望については、ののかちゃん自身が音楽を楽しんでいる限り、さらなる活動が期待できます。ののかちゃんの母親は、ののかちゃんが歌が歌いたいという希望を叶えてくれるスタッフと共に、お仕事が成立していると述べています。また、ののかちゃんの両親は、子供との時間を優先しており、ののかちゃんが自然に音楽を楽しむことができる環境を提供しています。さらに、ののかちゃんの活動は、日本国内にとどまらず、韓国でも注目を集めており、将来的にはさらなる芸能活動の可能性があります。したがって、ののかちゃんが将来的に芸能界でさらに活躍する可能性は十分にあります。しかし、その選択はののかちゃん自身の意思と、ののかちゃんをサポートする家族やスタッフの判断によるものとなるでしょう。ちなみにネットでは、ののかちゃんが仕事を辞めたという噂がささやかれていますが、結論から言えば、ののかちゃんは仕事を辞めていません。現在も YouTube チャンネルを運営しており、今年はアルバムを発表したり、オリジナルソングをリリースしたりと精力的に活動されています。ののかちゃんのこれからの活動に注目したいですね。いかがでしたか？今回はののかちゃんの愛称で知られる子役村方ののかちゃんについて詳しくご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント残していただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお待ちしています。それではまた。